アイアムコランダーオールドジェネレーションどうもコランダ TV のポジモです。プチポジモです。長田です。はい、今回は前回の続き、遅刻の話ということで長田さんお願いします。はい、まあ、前回の図は見てもらったら、ね、ポジモの歯から結局遅刻の入り口まで来たんですけど、遅刻の話についてなんですけど、僕ってサラブレッドなんですよ、遅刻のヒデちゃんとヒデちゃんとハスキードね、まあ、俺はヒデちゃんとハスキードっていう風に友達に言われるんですけど、ヒデ先輩ハスキーな声を出すそうで、ハスキードあの蚊みたいにうるせえなハスキードハスキードハスキードヒデちゃんとハスキード何の話とったんやね、遅刻もうね、イメージ上もう抗えることもできない。ヒデちゃんのスキーとも遅刻マンなの？ヒデちゃん有名な、ヒデちゃんってまずなんか、なんだよな、待たせる待つ以前の問題なのか、そういうことになったことがないっていうか、待ってんやろな。待ち合わせしたことないってこと？いや、わからん。え？ちょっと本当になんともに、ヒデちゃんは本当になんだけど、スキーとは本当に、ね、昔から遅刻するための英才教育を受けるような感じで。高校以外の頃、普通幼稚園バスとかって、バスで通学するのとは別に、僕の保育園の場合だと、各自で車で送迎していくっていうものでね、通学してたわけですけども、もう毎日、親が、もう僕も準備遅いんだと思いますけど、ちょっと昔なんて記憶ないですけど、基本、遅れてきてて、いつも言うとみんないるんで、もうそういうもんだと思ってます。そう、うん、出てくるもんやつ。それで成長してきたら、まああれですよね、小学校の頃から分断登校、近くの地域で班で集まって登校とか、多分僕は本当に9割方遅刻してましたね。ダッシュして、昔めっちゃ神経質で靴下履くのに10分とかかけて、それも多分理由だと思うんですけど、なんかここの絶妙な場所に入って、なおかつここもここも両立して、でさらにしようがない状態でとか、それちょっとあれじゃない、ただ遅刻するようになるともういいやつ、そのことやっていくと理由あるんですね、母子球、もう話がコロコロ変わるの、僕足に行ってもらったらやるんですけど、形がすごい異常なんですね。ここもここと一緒って感じこれの出しゃばりが、そう、これ女の人あるよね、うん、意外と、そう、これってさ、あれをね、ヒール履いたりするんだよね。ああ、そうだね。先が僕、足、ムチムチムよりも小さいんで、ちっちゃい、何センチ？本当は多分24とかあるね。でもあれ26とか大好きなんで、はい、僕今履いてきた靴26です。めっちゃ見えなくてね。ムチムチも足大きくないですか？何センチ？大きくないです。25？ 24.5。 おお、多分26や26、26.5 ぐらい。いや、私20、行っても24.5ぐらいと思うけど。あら。ほら、変わんないでしょ。え、俺で24。え、多分、俺でも25とか書くんで、ほんとに。大きい？うん、で、ほら、1センチぐらい違うで、26やん、やっぱ。じゃねえよ。中学校の頃、あれね、なんか、やけに大きい靴履くようになる。ああ、わかるわかる。うん、で、俺27履いてるんです。でも身長は、うん、何センチ？マジで、でもね、高くなったよね、なんか高くなった感じ、伸びた、何歳今？それでも21歳よね、今21歳、3月26で22歳になるんだ、よしってる、まあ、ファンだね。4月6日、5月3日、5月10日、やべえな、5月1日、はい、それ久々に、それ遅刻の話、そう、でもね、昔から遅刻の野菜教育を受けてるんで、そう、抗えもなくですよ、会社でも毎回もギリギリできてるし、そうなんや、小学校はまあさっきも言ったけど、ちょっと走って分断に混ざったりとかするし、
でも全然遅刻したイメージないわ、高校とか。俺がおったで。そう、あと、うん、あ、まさやね、基本さやね。お菓子に来たの？うん、あの外に待ってるもんで、その圧力でやけど、でも遅刻した。本当に遅い時はピンポンしたよ。中学校の頃もさ、したくないけど。だってハスキーズ先輩が出るわ。あ、めっちゃ聞こえるよ。シュートもあの領事アイスとガストで前から選手していたんだけど、その時も俺9割方俺が遅刻しとって、毎回領事切れたって、うん、なので成長はできないんですよね。遅刻の無理っすね。なんかもうなんかね、無理っすね。じゃあ10時に来てって言われたら何時に来るの？10時に来て。でよくコランダで10時集合あるんですよ。コランダハウスで、こ長田のフォーブラーで、うん、10時に寝てるんですよ。10時にみんな集まってくる。アラームとかかけんの？じゃあ、アラーム機関体質なんで、なんかね、アラーム関係ないんで。10時に来ても入れんもんで、電話で起こして。あとね、早く起きてもね、なんか体が調整してね、10時ギリギリ準備するように調整しちゃうもんで、結局、そう、出発する頃には10時に絶対間に合わない状態になる。そう、最近学校でもさ、あの走って学校行ってるさ、走って学都会走るのってさ、めっちゃダサいって思ってた。うん、わかる。そう、入学当時ならんかったけど、俺もう8割方走ってるの。マジで？そう、ダメやね。そう、何時なの学校って？何時から？何時ってそんな朝早くない？9時20分。それでだから、早く起きても、その時間に合わせて遅刻しないの。ダメだね。会社に遅刻することない。会社に遅刻、一回何回あるかな。でも基本毎回ギリギリで、基本毎回ギリギリで。そう。遅刻、その時はあの、ちょっとね、会社じゃダメな、一般、何て言うの、民間道、絶対ここは通っちゃダメよって言われてる場所を通って、うん、そう、もう制限速度ガン無視して、ぶわーって行ってギリギリ間に合うとか、朝礼途中で着くとか。何で言うこと？あ、それは、あの、眠り運転。何してんの？お前はい。それ、ぶつかった時のって、なんかトランスフォーム、変形仕掛けみたいにめっちゃかっこよくなって。そう。プレミアムの話も出てきてたけど、まあいいな。プレミアムの車を買ったらしいんですよ、中古で。そう、ね、あのうちのお母さんが好き、もう廃盤、一応そのヌーブやったらヌーブっていろいろと、あのか、あの世代変えてっていうか、デトリアンか、ああいうのはなくて、一回ポッキリの車を買ったもんで、それ一応それはそのそのとこで終わってるもんで、あの数が少ないもんでっていう理由だけで、あの人特別な車って思って、まあ友達に、あのうちのお母さんが、うちのプレミアムな車買ったんですよって。セスラなの？セスラ、あのケーキ中古の車ね。恥ずかしい。何円でしたっけ？え、本当に忘れた。僕は覚えてます。130万。高っ。15、130万。新車とかでも100、150万。高いね。マジで？え、だからちょっとリアルね、やっぱりなんかプレミアム、うん、あ、そっか、ちゃんとプレミアムどんだけそれでバカにされたか。そう、社会でおい、プレミアム行くぞ。お、本当に恥ずかしいだと思う。一番最初の車はちょっと200でいい車買うから、それから安い車で、中途半端な車にすると僕みたいなことになるので、はい、気をつけましょう。はい、この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter その他諸々は下の概要欄に貼ってありますのでよろしくお願いします。チャンネル登録の方はこちらから、の方はこちらからよろしくお願いします。おすすめ動画もこちらに記載しております。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。